こんにちは、ミニコです。今回もダイナミックレールパックを使ってちょっとお得に旅をしてきました。旅費については後ほど紹介します。青森と言ったらここでしょというところから新スポットまで充実なラインナップなので、ぜひ最後までご覧ください。まずはレンタカーを借りに行きます。旅ライという予約サイトをよく私は使います。先に注文会計を済ませてイートインするのでこちらで待ちます。メニューがかなりたくさんあるのでちょっと見ていきたいと思います。さて、次なる目的地に出発と思って Google マップを確認したら、気になるアートがすぐ近くにありそうだったので行ってみることにしました。田んぼアートです。
高山稲荷神社からレンタカー会社まで有料道路を使わない設定にしたのですが、案内ルートがちょっとおかしくてしばしナビと攻防戦になりました。なんとか無事返却し、たどり着いた新青森駅の青森旬みかんは、美味しい海鮮やカフェ、お土産屋さんなど、たくさんの青森のいいところが詰まった場所でした。こちらはダイナミックレールパックで組み合わせたホテルです。ホテル代はなんとほぼただ同然。こちらのホテルがまた良かったので詳しく見ていきたいと思います。一番安いプランにしたはずなんですが、なんか豪華なんです。では水回りをチェックしていきたいと思います。割と広めな感じですね。備え付けドライヤーの他にこのドライヤーも完備されていました。シャンプー、リンス、ボディシャンプーが三木元で統一されているのがすごい嬉しかったです。札幌にいた時のホテルで三木元のアメニティがとっても嬉しかったことを思い出します。いろいろなところにもちろん古さはあるんですが、それをカバーするものが大きいですね。アメニティもめっちゃたくさんあります。とここまでは普通のアメニティなんですが、こちらがマウスウォッシュ、それからこちらは味違い、匂い違いですかね。それからバスソルトもありました。と思ったら足指を広げる、これは名前がちょっとわからないんですが、
とね、ディズニーチャンネルまで無料で見れたんです。ではでは、夜ご飯の予約時間が迫ってきたので出かけたいと思います。この日の夜ご飯は、青森に行ったら絶対に行きたいお店の一つ、サンキュー寿司さんにやってきました。瓶ビールは希望のメーカー名を聞かれたのでキリンにしてみました。確か一通りのメーカーがあったはずです。ではお疲れ生です。ヒラメです。ヒラメ、黒頭のカレーです。ホッケーです。アイナメです。あ、全部わかんない。アイナメ、アイナメ、ヒガンフン、これ、食味トラフグに匹敵します。これトラフグ、匹敵します。フグ、すごい、すごい。本当は最初、違うホテルを単体で予約していたのですが、このパッケージを見つけて、今回もほぼほぼタダにて、いいお部屋に泊まらせていただいて、めっちゃくちゃラッキーでした。ちょうど部屋の真ん前に自販機コーナーがありました。こちらはソフトドリンクのみでしたが、アルコールの自販機やコインランドリー、電子レンジは違うフロアにあるようです。今回は朝食なしのプランですが、朝食の評価がかなり高いので、次回ぜひ食べてみたいです。朝食なしのプランでも、1800円の追加で朝食をいただくこともできます。その際は予約はいらないということです。ではお疲れ生です。このホタテ塩焼きなんですが、このように賞味期限もとっても長いし、袋入りなので軽いのでかさばらないし、特にのんべえさんへのお土産にもすごく良いと思います。めっちゃおすすめです。
テルの朝食もかなり後ろ髪を引かれたのですが、予定通りやはりあのお店に行きます。それはこちらのお食事処おさないさんです。青森に来たら必ず来たかったお店その2です。前日まで数日臨時休業だったようで、無事に来られてよかったです。8時の開店で8時2分頃に着いたのですが、半分近くの席がもうすでに埋まっていました。みんな早いですね。朝からビールを飲んでる方もいらっしゃいました。私も飲みたかったんですが、この日は超寒くて体がビールを欲しませんでした。残念です。18度ぐらいかな。雨も降ってて、先週の鎌倉と踏んでの差でした。これは青森に来たら必食と思っていました。ホタテの貝焼き味噌は大きな貝殻を器にして作る青森の郷土料理です。卵がとってもふんわりしていて、ホタテもたくさん入っています。たっぷりのホタテは貝柱のほか、貝ひもや肝もしっかり入っていて濃厚な味わい。それらとえのきが味噌で煮込まれ、卵でふんわりと閉じられた最高の一品です。違うメニューも美味しそうですが、またこれ食べたいです。今度はビールと一緒にいただきたいですね。しようかな。コインロッカーに荷物を押し込んで、この日最大の目的地へ行ってきます。青森漁災センターです。ここもずっと来たかったお店の一つ。まずレジでチケットを購入します。まずはご飯をもらいに行きます。その後は各店舗を物色して回ります。取れたよ、はい、エビサンタ、はい、OK。 ネギトロはどうかな。店舗ごといろいろと特徴があってめっちゃ悩みます。
蔵もどこかでは買いたいですね。違うお店さんにホタテが美味しいと教えてもらったお店です。アワビも縁側もいいですね。本当悩みます。ここはマグロがたくさん種類がありました。ハラスって言うんですか。ハラスね、うん、鮭でも言うよ。ハラスのこれがね、マグロのハラスのところ。大トロあとそっちじゃなくてイクラください。イクラ、はい、うん、イクラちゃん新物、はい、はい、チケットが残りわずかになってきたので配分にさらに迷ってまいりました。その上でもいいかな。はい、大丈夫です。さっきホタテ教えて。ただいま。ウニ食べないと。そうだね。よいしょ。ありがとうございます。食券2枚って読んじゃったんだ。じゃあ縁側ください。よかった。どっちにしようか今すごい悩む。やっと舞のっけ丼が出来上がりました。こういう食事スペースがいろいろなところに点在しています。おとなしくお茶をいただきます。というか、ビール買えるのを帰りに知りました。残念です。舞のっけ丼、出来栄えはいかがでしょうか？これで2000円、なかなか豪華だと思います。テーブルには、お箸やわさび、醤油にプラスチックの小皿など、この後お隣に来た方も、同じくお一人様でした。ではいただきます。魚菜センターを後にして、昨日のリベンジのため、再度 A ファクトリーに来ました。右の建物は、ねぶたの家、ワラッセ。昨日とは打って変わって、抜けるような青空です。この日は、ウェディングフォトの撮影もされていました。2泊3日の中日だけが、かなりの豪雨。特に1日目に降られなくてよかったです。A ファクトリーすぐそばの青森駅前ビーチに来ました。ここは海の環境再生を目的に作られた人工干潟、2021年の海の日に合わせてオープンしたとのことです。リンゴのオブジェでサザエさんのポーズで撮りたかったけど勇気がなかったです。中山青森店跡地にできた
号商業施設3、その1階にあるこちらのお店がお目当てです。とその前にお手洗いに行ったら、センスの良いお土産に良さそうな食品の店があったりと、なかなか洗練された感じでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。